はい、こんにちは。今日はですね、2014年揖斐川マラソンにやってきました。あいにくの雨。揖斐川なかなかね、天気にならないですね。はい、ということで今日はね、はい、こちら駐車場です。はい、揖斐田のね、駐車場もいっぱいで、北川っていうのかな、北川グラウンド、はい、の駐車場に停めて今歩いてます。はい、これからね、シャトルバスに乗って会場まで行きたいと思います。はい、やっと着きました。はい、今から受付ですね。ギリギリです。9時20分。はい、スタート10時からです。はい、やっとね、準備ができました。今ね、雨降ってますけど、パラパラです。はい、Xperia Z3 持って走ってみようと思います。防水なんでね、こういった時にね、便利ですね。デジカメ今日は持ってきてません。はい、こんな感じで。はい、タグはシューズにつける感じですね。はい、このポーチにですね。こちらの方は50円になりますが、ご利用ください。エクスペリア入れようと思ってます。はい、アミノバイタルの2個持ちです。はい、これだけで頑張ろうと思います。はい、ウォークマンはソニーの Bluetooth のね、ブルーバッツ X 壊れてもう1年経ったので直せないと言われたので、試食がなくね、はい、ソニーの今日はウォークマン W シリーズを持ってきました。これで防水ですので走りたいと思います。はい、ではね、頑張ってきます。目指せ完走。はい、ではまた走った後に会場の皆様にご案内です。お会いしましょう。ベースの方が走る、ベースの安全と参加選手の指定防止のために、看板が設けてありますので、ご協力ください。はい、ということで今日はですね、無事に完走することができました。30キロで死にましたね。ダウンです。はい、去年より30分も遅く、いやー、はい、雨ですね、びっしょびしょです。はい、ちょっとね、バナナ食べようと思います。お帰りなさい。お疲れ様でした。何点で今日食べられましたか。ここにその栄養が2024年11月7日、揖斐川マラソン2014アドバイザー、今日はですね、Qちゃんがゲストとして来て、今表彰をね、やってましたが、14キロ地点でね、ハイタッチすることもできました。はい、秋の揖斐川を、揖斐路を1万人近いランナーが激走ということで、相当な数の今日ランナーが走りました。はい、いかんですね、練習不足です。はい、また来年ね、ぜひ応募して、はい、来年こそは頑張りたいと思います。まあ、明日筋肉痛なんだろうな。はい、ということでね、はい、2014年揖斐川マラソンの様子をお伝えいたしました。ぜひね、皆さんマラソン、自分をね、見つめ直す機会、走ってる時はね、一人との戦いですので、自分との戦いですので、はい、ぜひね、走ってみてください。はい、どうもありがとうございます。